はい、今日はこちらの紹介をします。エッグタイマーです。ダイソーで見つけました。はい、こんな形です。ソフト、ミディアム、ハードとあって、お好みの硬さに茹でれるエッグタイマーです。はい、裏面には説明が書いてあります。ソフトは半生、ミディアムは半熟、ハードは固ゆでといった具合に、エッグタイマーの色の変化で茹で方を見れるものになってます。はい、はい、それでは早速エッグタイマーを鍋に入れて、ゆで卵のゆで具合の実験をしてみようと思います。はい、こちら先日紹介したプッチン穴あけ器です。はい、このように押すと針が出て卵に穴が開けれるという仕組みです。今日は3個の卵を準備して、ソフト、ミディアム、ハードの茹で具合の検証をしてみようと思います。はい、3個目も穴を開けて、ではエッグタイマーを使って3種類のゆで卵を作ってみようと思います。一応タイマーでも時間を計ります。はい、いつもゆで卵を作るとき、水からゆでて11分ぐらいで半熟になってるので、今回このゆで卵でソフト、ミディアム、ハード、ミディアムが半熟なので11分ぐらいかなと思っています。はい、だんだんソフトの方が色が変化してきました。白くなってきました。時間はちょうど7分半。はい、最初の1個目を揚げます。これがソフトです。はい、氷水に冷やしておきます。はい、だんだんミディアムの方も色が変化してきました。時間はちょうどもうすぐ11分になるところです。おお、いつもの感じと同じ感じです。はい、こちらも引き上げます。ミディアムです。ハードの方も随分白くなってきました。時間ももうすぐ14分になるところです。
はい、そろそろ最後の3個目も引き上げます。これがハードです。はい、エッグタイマーも引き上げます。トゥルトゥルしてなかなかすくい上げられず、はい、救出成功。はい、ではこれから茹でた3個の卵の殻を剥いていこうと思います。ちょっと同じところに全部入れちゃったので、どれがミディアム、どれがハードなのかわからなくなってます。とりあえず1個目から剥いていきます。これはどう見てもソフトです。では2個目剥いていきます。はい、なんとなく剥きやすい感じです。トゥルンと、はい、綺麗に剥けました。はい、そして3個目、これはどっちでしょう。すっごい、あ、結構剥きやすいです。うん、スルンスルン剥けます。はい、あっという間に剥けました。一番綺麗に剥けました。はい、このような感じで3個剥けました。見るからに左はソフト、後の2個がどっちがどっちかわからない状態です。今から切ってみます。おお、これはミディアムですね。はい、めっちゃ半熟です。美味しそう。ということはこっちはハードかな。ハードですけど、ちょっと柔らかい感じです。はい、これも好きな感じ。はい、このような感じでソフト、ミディアム、ハードといった感じの茹で上がりになりました。今日はこちらのダイソーで見つけたエッグタイマーで茹で上がりの実験をしてみました。はい、他にも過去の動画で100均の便利グッズをたくさん紹介してますので、そちらの方も見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。やっぱり半熟が一番。